ちゃったそう、でもやっぱり、でもその、圧感とか、その原作を読んでいてもすごい圧だろうなっていうのは思ってたし。顔芸もやばくて、今回。顔芸作画はいつも素敵なんだけど、ヒロアカ。かっちゃんも、いつも顔すっげえって感じになっちゃうから。確かに、かっちゃんの。これ以上喋んなっていう顔もやばくて。確かに。やっぱあれに合う声って言ったらもう絞り出すしかないみたいな。そうですよね。いやだって どうしてあの顔になるってやっぱオールマイトですよ、オールマイトが怖すぎた、ね、今回はね本気で行き過ぎやりすぎ、いやいややりすぎですよ本当に。そうなんですよ、ね、いやだってもうだってこうやってなんだっけ腕こうやって捕まえてで爆豪踏み潰してるところがマジでヴィランでしたもん、踏み潰す生徒のことって思ったもん。いや、本当だ。足をね、本当に、靴をね、やるそれ普通って思って。本気だったんでしょうね。でも一番びっくりしたのが、一番やばい攻撃はお尻っていう。確かに。ヒップアタックですよね。ヒップアタックでゴキゴキゴキって言って。腰がーってやつ。これぐらいよ、一番やばかったよってやっぱ言ってたからね。そうなんですよ。ディレクションでも、これが一番やばい攻撃だから、ここ一番やばい。本当に一番やばい声を上げてくれっていう、ね、ダメージが一番強い。いやだって腰だって相当きてました。